さあ、雨宮太陽選手はもう言わずと知れたこのプヨテト全国大会ですね、こちらの方の最多優勝経歴を誇る圧倒的なプレイヤーではありますが、対してスラさんもプヨプヨ側ではイス戦の中ではもうトップクラスのプレイヤーというところで、さあ決勝に行った経験のある唯一のねプヨプヨ側のプレイヤーとなっております。さあスラさん、まずは左側を使って4連鎖で削っていく。さあここ右側がかなり埋まった状態から復旧するタイミングをどう見ていくか。さあここ雨宮選手ちょっとおしゃれな TSD を打っていきますが、そこから復旧まで見て STMB 警部から削っていく。さあちょっと見せプレイも入ってるところもあるんでしょうか。スラさんに対してもある程度余裕をね持ったような立ち回り見えます。さあ対してスラさんがこれかなり受けとしては苦しい形になってきていますね。上側の残っているリソースを使って削ってはいくんですが、雨宮選手はそれを含めて総裁分、まあ、適量の、ね、火力を送ってくる。ここはね雨宮選手の非常に強いところになってくるので、まあ、なんとかして相手のこう雨宮選手の思惑を外すような連鎖を打っていくのがスラさんとしては重要になってきますね。さあですがなんとか耐えている。丁寧に総裁当てこう火力を外していくというところ、生存を徹底しているのがスラさんのこの強みです。さあですがここで火力をもらってしまうとちょっと置ける選択肢が狭まってしまう。立ち位置が見えているので左側で2連鎖を打つことを前提に動いていきました。さあここで連鎖が埋まってしまったぞ、大丈夫か。さあここはいつもにも恵まれて2連鎖を打つことが成功。雨宮選手もちょっと自分のリソースそのまま使っていって畳みかけに行く動きがあったんですが、スラさんがここは耐えていますね。2連鎖ダブル。さあ上部で8時をキープしながらここ3連鎖を相手の攻撃の操作に当てていきたい。さあ雨宮選手ちょっと置き見合い質が出てしまったか。さあリカバリー入れて、さあ問題ないですね。ここは雨宮選手しっかりさすがのリカバリー力を見せていきます。さあですがその隙を見計らってスラさんがちょっと地形をかなり下げていきましたね。だいぶマージンが回ってきたのでこっからはもう1連鎖でも打てる構えをどんどん作っていきたいスラさんです。さあ、雨宮太陽、ここに来ると、かなり粘り腰のプレイングが必要になってくるので、さあ、どういったタイミングで畳みかけるかというところ。さあ、スラさん、ここは4連鎖。かなりリソースが潤沢になってきましたね、スラさん選手。さあ、左側も右側も、どこからでも連鎖が打てそうな形になっている。さあ、溜め込んでいったところに雨宮選手は、大きく打ち込んでいったんですが、すでに上からの発火点を用意している。5連鎖で返していく。相手の攻撃に対して鉄壁の構えで、あらゆるところからね本当に2連鎖を見つけ出してくる、そういったこう盤石な技。ここも5連鎖あるスラさん選手どこからでも5連鎖引き出してきますね。さあそしてリソースが潤沢になったところで2連鎖ダブル。このように短い連鎖で同時消しをこうかしかみした形から畳みかけてとどめを刺しに行く。さあ雨宮太陽かなり苦しい展開だ。ギリギリ耐えている。歩みの間でたどり着きますが、さあスラさんもうここは打つだけで十分だと。3連鎖トリプルでとどめを刺しに行く。さあさすがに厳しいか雨宮太陽。スラさんの粘り勝ちすごいな。素晴らしいですね。これが異種最強のプレイヤー。さあここからですね、雨宮選手も当然この状況、マスラさん選手の地力の高さも分かっていることでしょう。カブトのを締め直してさらなるこうプレイの質を上げた状態で立ち向かうことが予想されますが、さあ雨宮選手ここはかなり火力に偏重した動き。さあスラさんちょっとこれは構えができる前に埋められてしまった。雨宮選手が一本取り返していく。いくらね、こう、スラさん選手の防御力が高いとは言っても、色がちょっと噛み合わないとどうしようもない展開というのは、ぷよぷよがちょっと付きまとうものなので、まあ、ここをね、いかにこう、食らわないかというようなところ、ここも非常に重要になってきますね。さあ、雨宮選手、開幕のパーフェクトクリアでかなり押し込んでいく。6段ほど振らせたところに対して、スラさんはどう立ち回っていくか。1ダブから始動していった。1ダブ、2ダブの4連鎖。対して雨宮選手
受けられる分を全て受け返してちょっと連をかみ重ねた上でタイミングよく打っていく。ですからスラさんはこれは受けが完成しているので両方使っていく。これなんか同時消し混ぜてくるのめっちゃうまいな。さあちょっとこれはね相手の予想も外しているんでしょうね。相手に火力がなさそうだなと思ったらちょっと大きめに打ったりだとか、まあそういうスラさんの立ち回りの妙みたいなところが見えています。さあギリギリスラさんがちょっと火力を使いすぎてリソースが少なくなってしまったところに、アミヤ選手は当然畳みかけに行くという算段でしょうが、ここはアイミのテトリスで連打をしていく動きです。ここはスラさんが3レーザー、いつの間にかね復帰の手が残っているのがスラさんの面白いところ。ここは上からの緑のハッカー選択、右を掘り進めながらね4連鎖。さあこの状態でもね左側の3連鎖をキープしていると、左側で連鎖を作って右側で打って、右側で連鎖を作って左側で打ってというような順番をキープしていることは非常に多いです、スラさん選手。さあここは緑ハッカーに切り替えていって2連鎖ダブル3連鎖ダブル、とにかく同時消しを駆使して効率よく打ってですが2火力を送ってきます。さあミヤタイここも受けに回ってはいましたが、さあ一気に攻勢に回っていくが、スラさんが少し連鎖の目が途絶えたかに見えると一気にスピードを上げていくのがミヤタイよ。さあとにかく後打ちで火力を出していく。さあここは青が間に合うのがスラさん、連鎖ダブルで返し切っている。さあこれは8-1で2連鎖で削っていくことを優先していった。さあスラさんちょっと難しい展開だ。刻まれているアメリア太陽、ここは攻め時だと分かっている。緑のハッカーが残っているのでここはトラノコ2連鎖を使っていく。さあチャンスはここは1連鎖ダブルの2連鎖、こういったね細かい短くしていく判断非常にいいですね、スラさん。さあここは黄色ハッカーを主体に見たかったんですが、スラさんちょっと見られてしまった。アメリア選手のねこの1連この1ライン消しの連打、ここのね刻みがこうぷよぷよに非常に効くということをね分かってるんですよね。このキャハ時刻嫌いですよぷよぷよがやられる側としては本当にたまったもんじゃない。常にこうおジャンプが降ってくるか降ってこないかを判断しなければいけないのがぷよ側にこう付きまとってくるので、このねプレイスタイルとしてもかなり強いんですが、さあしかししっかり5連鎖を打っていったスラさん、かなりアミヤ太陽に圧をかけています。右側からのミドルハッカーの3連鎖を残してはいますが、スラさんこれをどこで使うかを考えている。さあ刻まれた分を少し貯めていきましたね。黄色まで入れないんですね。入れずに残していくと使い切らないという考え方が非常に難しいのがこのマージンが回った後の一周戦になってきますね。さあ削って雨宮太陽、常に相手にオザプヨを表示させているのがこの神の圧力。いいですね。ここはスラさん判断の2連鎖でしっかり総裁に当てるというところ、お互いのね攻撃が通るタイミング通らないタイミングをね本当にこう判断の妙みたいなところがすごいですね。さあアメニア太陽ちょっと穴場がきつい状態でありますが、むしろねもう1ライン消し連打したいのでいいでしょうぐらいの感覚かもしれませんね。さあですがぷよぷよ側から攻められると今度はこうテトリス側が操作に回らなければいけないので火力を出すというのが必要になってくるんですが、間に合うのか3連鎖に対して、うーんかなり苦しい。アメニア太陽かなり状況的には悪いぞ。スラさんは2連鎖で刻んでこれを畳みかけていった。粘りがちお互いに粘っていますね。これさっきの3連鎖のやつ僕らだったら4連鎖にしますよね、黄色まで入れて。そうですね、やっぱりその連鎖が消えている時間がこうテトリス側にとってアドになってしまうので火力とバランスを見た時に、まあ、そんなにつなげることが優位じゃないという判断をねこう結構一戦に長けたプレイヤーしているイメージがありますね。さあ宮選手やはり開幕に畳みかけるのが安定して勝つコツかと見てここは火力出していきますが、さあスラさん緑までたどり着いて両側から青までつながりますか。これうわうまい。さあ6連鎖開幕からかなり火力を出していく。さあ宮田ちょっと操作に当ててここはさらに刻み返していく展開に持っていきます。さあ黄色がちょっと遅いが
8-1 を使ってつなげに行く選択をしてた。連鎖ダブルの3連鎖まで削ってフィールドを広くしていきます。タミヤ対応もここは攻めどころか結構判断としては難しいところなんですが、これはいい振り方をした。さあこうなったらミヤ太陽の展開ですね。2本目を取り返していく。さあお互いにどこまで凝視しているか、相手が何をしてくるかというところまでね考え合ってるのがこのレベル帯のように思います。さあ真ん中を開けていく、4号で開けていく雨宮太陽に対してスラさん、これは赤からのハッカーを残している。さあ左側から右側に少し展開するような形での5連鎖。さあ雨宮太陽ちょっとこれは地形乱れていますが問題ないでしょう。復帰していますね。さあ少しここは雨宮太陽が先に打ちたくない。さあ対してスラさんに打たせたい。レーンを細かくつないで相手のハッカーを強要してから火力を受け流して自分の火力をさらに付け出している。まだ付け出している。さあタイミングを見計らって打っていったが、いやスラさん上手いですね。この状況からでもしっかり4連鎖。しかしこれでも火力が足りない。相当重ねられてしまった火力に対して4連鎖では少し厳しかったか。マージンが回りきっていなかったですね。あの状況、待ち合いになったタイミングが早かったので、こう4連鎖でちょっと返しきれないようになってしまったと。アミヤ選手のね、戦い方のうまさ、まあ、今の試合に現れてましたね。さあ、開幕、ここは左から入っていくスラさんに対して、アミヤ選手、ここは、パーフェクトトリアを取らずに、火力を出していく。とにかく自分の陣地にリソースがある状態、こう常に火力が出せる状態を維持していきたいんですが、アミヤ選手ちょっと S ミの置きミスが出てしまった。さあ、スラさんがここは、そのタイミングを見計らってから連鎖を打ってきました。ここはアミヤ選手ちょっと苦しい展開だぞ。2連鎖ダブルの4で一気に、ここはとどめを刺せると判断したか。しかし、しっかり耐えている。ですが、スラさん側としては、ここからの立ち回り、ちょっと攻めに転じたので難しいですね。リソースを蓄える方針にシフトして左側に蓄えていきます。さあ段差合わせて赤から4連鎖までつないでいく。さあ見えたよ、ギリギリ君のまでたどり着いて、シーフィンシングルからのテトリス T スピンダブルと、こちらもよどみなく火力を出していく。さあ削って2連鎖ダブルで短く火力を出して、ここもワンチャンスを見ていきますが、ミエ太陽しっかり耐えていますね。さあお互いに苦しい展開、アミエ太陽の方が少し掘りに時間がかかりそうであります。さあネクストに赤が見えていないので、スラさん側はこれ発火せざるを得ない。大きめに4連鎖削っていってフィールドを広げていく。さあこれが刺さっていった。アミエ選手火力がないタイミングでしたね、今の4連鎖。3-3。ああまさしく互角です、この両者。異種戦で互角なことほぼほぼ見たことないですけど。そうですよね、すごいな。さあスラさんのぷよぷよかなり可能性を見せてくれます。アミヤ太陽も王者としての意地がある。さあここはスラさん右側の赤からのスタート、1回2連鎖で刻んでいった。アミヤ選手は、さあ、埋め切れるならば埋め切りたいんですが、さあ、発火点がいろいろ、発火点がいろいろあるし、発火色もいろいろある。さあ、2トリ、3トリ、4、5連ですか。さあ、開幕としてはちょっと想像を絶する火力が飛んできたんですが、アミヤ太陽、難なく受け逃している。これだけリソースを使ってしまうと、一旦不利になってしまいそうなんですが、それでもさあ、さあ、まだ連鎖が残っている左で、4連鎖がまだ残っているので、簡単には不利にならないぞと。こういったね、粘り越しの戦い方ができるのが本当に主戦、こう、専門特化のプレイヤーの強みというような気がしますね。さあ、ですが、やはり少し苦しい展開になっているのがスラさんのように思います。ソースが苦しい状況、かつちょっとね、生かし方が難しいんですよね。一連で耐えるんですか、これ、上で。やけど
あ、見て引くこともできたんですが、これは上で耐える判断、これは本当に一種戦を極めたものしかできない判断ですね。ですね。あの一連鎖から展開が良くなると、ちょっと我々視点はなかなか思えないですからね。ですが、実際に生存しているのはこの判断、これでしか生存できないという判断が非常に早い。さあ、実際にアミガ選手もちょっと攻めあぐねているように見えます。あ、2連でした。さあ、刻まれて、ここは黄色からの発火をしたいですが、相手の火力を貯めてから返していく。さあ、統一を徹底して、いつの間にか状況はかなり良くなっていますね。津田さんとしてはもう一度展開を持っていけるところまで復帰しました。さあ、宮太陽ちょっと固めて打っていたところに対して、津田さんしっかり3連鎖が残っている。さあ、刻んで、ここは81があるので、スラさん、ここはなるほど、全部最大化して連鎖にして4連鎖。アミヤ選手は受けてからのテトリス連打していって、とにかく相手に隙を与えたくない。そして相殺するタイミング、これは完全相殺。さあ、そうなってくるとアミヤ選手はちょっと苦しい展開に見えます。ラブを打って相手にね、こう常にプレッシャーを与えるという、お互いにプレッシャーを与え続ける試合が続いていますが、さあ、固めて打ってこられたに対して、これは超連でつなぐ判断、左と右の同時消しではなく5連で刻んでからこの残しを使っていくと。さあ、そしてアミヤ対応、かなり苦しい展開になっている。アナバラが苦しいですが、スラさんの2の矢3の矢が次々と襲いかかってくるところに総裁を当てながら、テトリスが火力を出さなければいけない。かなりスラさん優勢の展開です。右でリソース残しながら左で、1連鎖、なるほど。今の単発でいいんですね。今の判断やばいっすね。ねえ、連鎖したくなるところなんですが、もうマージが回っているので、我々は、ね、あれね、連鎖にしたくなるんですよね。そうなんですよ、連鎖をしないゲームじゃないですかね、このゲーム。本当にすごいな、このリソース管理能力は本当に極致ですね。異種戦のさあ、目には太陽、これに対してもしっかりと判断重ねて、いつの間にか復帰しています。さあ、スラさんの状態、ここは超連がつなげる状態ではあるので、さあ、 かなりプレッシャーに与えていく。神谷太陽自前で積み込んで7連鎖はなんとかなるか。さすが厳しい。スラさんの立ち回りが神すぎますね、これは。神だな、これは。いや、あの単発の判断やばかった。すごいですね、一連鎖の使い方、ああいう使い方できるんだっていうのが。ですね。ちょっとね、想像でしてますね、この2人の対決。さあ、リードを、広げたのはスラさんではありますが、まだまだ接戦の状態。打つか。さあ、右側を使って3連鎖で耐えていく。さあ、右左両面に連鎖を構えながら進行したいんですが、さあ、火力畳みかけられたので、一旦ここは吐かざるを得ない4連鎖。さあ、対してアミヤ選手もちょっとだけ地形が乱れている。さあ、まとめ打ちに向かっているが、これはスラさんは右側しっかり残している。4連鎖ダブルまでつないで十分返せるよ。これは、さあ、ちょっとこれは連鎖が遠くなっている瞬間、アミヤ選手が狙っているように見える。一段振って黄色はロスしている。そして青を乗せてから2連鎖で、これも耐えているんですね。そして真ん中振らないならば紫からの復帰が狙えると。ここまで含めてのスラさんのゲームメイクしっかりしていますね。さあ、ミヤ選手もここはちょっと畳みかける好機と見たんですが、通らなかったところに対してしっかりさらなるプレッシャー、後打ちプレッシャーをかけていく。さあ、若干やはりスラさんが苦しい展開のように見えます。赤を引いて3連鎖、操作もうまいんだよな。やっぱり最速でね、動かしていかないといけないっていうところがね、ぷよぷよがもうミスが出てしまうと、それだけで負けにつながる試合ではあるので、まあ、そこら辺の精度と速度っていうところを両立しているように見えますね。
さあ、ミミヤ選手、ここはちょっと地形低くなっていますが、畳みかけの判断に移っていますね。T3 から、立ち位置はありますが、打たずに1回付け足してから、スラさん、ここは打っていく。3連鎖ダブルまで。ここは、TV のモンキースが出てしまった、メミヤ太陽。もし油断も出てしまったか。5対3、マジか。リードを広げていくのはスラさん。噛みすぎんだろこの人。決してアムニア対応悪い判断をしているようには見えないんですけどね、うん、ですがスラさんのこの立ち回りが一歩上を行っているように見えます。さあかなり開幕で火力を出されましたが絶景シムも使って返していきます。あ、なるほど。さあ黄色2個使ってここは左側に接続してくると5連鎖目まで付け足している。冷静だな。そうなんですね、この冷静な上にこの右腕でねちゃんと次の手を残してるんですよね。そうですよね。常にできないから、そう2つ以上の連鎖のルートを残しているのが強いとこなんですが、ここまで使ってしまうとやはり雨宮太陽ならばぷよぷよがない隙をどんどん埋め尽くしていくのがこの神の連携力。お互い両者譲らない展開になっていますね。まるで決勝戦だな。まあ実際にこう決勝戦だったこともあるカードなので、まあ、当然の内容とも言えますけれども、はい、さあこの名勝負が七先でね終わってしまうというところ、ちょっとこう心残しいところではあるんですけれども、100先ぐらい見たいです。本当にそうですね。ここも連結でつないでいくスラさん。さあ削っていきますが、さあ宮太陽火力は十分、このまま畳みかけて狙っていくか。青からのハッカー残っている須田さん、しっかり打っていく2ダブ3ダブ。さあこれはティーミノが間に合わない。マジか。ティーミノどちらかで良かったんですが、ちょっと噛み合わなかった。リーチをかけるのは須田さん。マージン6、14秒で神倒すので今まで全国大会でも見たことがないですね。見たことないですね。はい、アミヤ太陽選手多分ぷよぷよ相手には負けたことがないと思います、うん、さあ初の偉業を達成するのかスラさん。ここは赤から行きたいが、さあ別のサブのルート、ここは連結2から3につないでくるルートにした。さあこのサブのルート取りがね非常にうまいですよねスラさん。赤サメインのルートが来なくても一旦攻撃を受け流して2連鎖にしてから少しだけ付け足して、さあ2ダブ3ダブなんですね。やっぱりこの同時消しがうまいんですよね。本当にそうですね。さあ一気に返してきたアメリア太陽、左側を使って対応するスラさん。ここはまだ勝負が決するようなシーンではありませんが、スラさんがちょっと連鎖を組むのが難しそうだ。勝負での2連鎖はキープしているが、どっちも同じ色。さあここは8を使って3連鎖にシフトしていった。なるほど、ここはさあ宮太陽チャンスかと伺って攻撃を仕掛けますが、スラさん3連鎖そして残しているこのね受け方、うわお邪魔を利用しての黄色ハッカーの4連鎖この状態をキープした上で相手の攻撃を全て受けてから打っていく。これが上しかも肉輪になってる。えぐね肉穴だったの今。いや今の見えないですね。俺は刺さるわ。うわマジかマジか。この肉穴は無理だ。いや倒したぞ神よ。